ム友のドライバーがまっすぐ飛べばゴルフは簡単。皆さんこんにちは、プロゴルファーの木村友治です。皆さんこんにちは、みんなのゴルフダイジェスト編集部中村治です。さて木村プロ、はい、今日の飛ばしのキーワード、はい、いただいていいですか、はい、両膝を立てて打ってみようです。お、ちょっと難しいのきましたね。そうなんですよ。じゃあやってみましょう。はい、よろしくお願いいたします。これどんな人に効果がありそうですか。これはですね、やはりこうアマチュアの方で、まあ、うまくドライバーが当たらない飛ばないという方は、上半身のですね、まずこう使い方が少しこう良くない方が多いです。あとはですね、こう手元の振り方ですね、どうしても体が先行開き気味に当たってしまう、そういう方用の、まあ、ドリルなんですが、これはですね、両膝をつくってことはうまくフェースがヘッドがターンしながらボールを捉えていかないとうまく当たらないんですよ。なるほど。しっかりターンさせることで、あのクラブが寝ないでフレンジを置いてます。そんな風になりですね、はい、これがですね、左肩開いたり、まあ、上がったり手元が出たりしてしまうと必ず手前をドーンとダフってしまって、これもまあまあ10センチ単位で手前をダフってしまうと思うんですよね。飛距離はどうでもいいです、うん、とにかくボールに、まあ、ダイレクトにコンタクトする、うん、はい、という練習をしていただいて、これは打ったら左の方に飛んでっていいんですよね。そうですね、はい、それでももう構わないと思いますんで、じゃあ早速ちょっと打ち方教えてもらっていいですか。はい、はい、だいたい肩幅ぐらいで膝を開いていただいて膝立ちをします。まあ、この時のボールとの距離だったり、こう手元の位置は、まあ、ご自分の構えやすいぐらいの感じで結構です。特にこうするってことはないんですが、ここで大事なポイントとしては、しっかりご自分のこの前傾角度、まあ、膝を立っているので普段のショットよりは少しこう起きているような状態だと思うんですが、ご自分の前傾角度に対してしっかり水平に肩を回す。これに対して左肩が下がったり、こういうふうに左肩上がったり、もしくは降りてくるときが一番大事なんですが、右肩が少しこう下がってくるとなかなかボールにうまく当たらないので、肩のラインを水平に回す。こうすることによって手の振りであったりクラブヘッドの振りがスムーズに振りやすくなります。ということはボールに対してもスムーズに当たりやすくなってきますので、まあ、ここのポイントをですね、少し大切にしながら打っていくと、まあ、何球か振ってる間にですね、必ず当たるようになると思いますので、そこの体の動きを皆さんしっかり覚えてですね、試してみてください。アマチュアの皆さんでミスショットになるときには、はい、上げてちょっとこういう風になってきて、ね、はい、こんな風になっちゃう、はい、じゃないかなというふうに思うんですね、はい、どうしてもこう体が先行して右が下がったり、まあ、こういう方はこのドリルをすることによってしっかりボールに対して、まあ、胸が正対したままクラブヘッドがこう体を追い越していくような意識でですね、まあ、最初は本当手打ちっぽい感覚から入っていただいていいと思うんですが、これでうまくボールを捉えられるようになってから上半身の回転だったりを意識していくといいと思います。やっぱりアマチュアの皆さんは打つときにどうしてもちょっとハンドファーストで打ちたい、うん、ね、プロの連続写真見るとこういう風になってる、うん、どうしても手の方が先にこう出て、うん、実際はこう開いてしまって、うん、クラブが出てしまうっていうパターンが多いと思うんですね。そうですね、まあ、そのがどういう風になってるのかって自分ではなかなか分からないじゃないですか、はい、だけどこの膝を立ててやると、うん、明らかにダフるので、そうなると、もう当たらないです。当たらない当たらないです。なのでそうなった時に初めて、あ、自分はこうなってるんじゃないかなって、はい、ね、それをもっとこうやって右手使って、はい、打っていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのが分かるんじゃないかと、ね、まあ、右手が上になるというか、右手がちゃんと返りながらというか、はいはいはい、それを少し強めにですね、うん、普段より意識してやっていただくのがいいと思います。いいですね、はい、はい、じゃあぜひ皆さん試してみてください。そうですね、ありがとうございました。ありがとうございました。